酸素はうめんだぞ。アトランティカ記念博物館、なかなか楽しかったな。昔はめっちゃ退屈なとこだと思ってたけど、久々に行くと結構いいね。陸の世界に慣れると、昔の人魚はかなり地上の世界を勘違いしていたことが分かって笑えますよね。フォーク、ああいや、銀の紙すきは鉄板ネタだわ。楽しんでいただけたようで何よりです。皆さん、長時間慣れない環境にいて疲れたでしょう。そろそろモストロラウンジの開店時間です。お茶を一杯いかがです？キッフー、ちょうど小腹も空いてたとこなんだぞ。俺、スペシャルドリンク。僕は限定のフード付きドリンクセットで。はい、ただいま。なんでこんなに混んでるわけ？おや、早速例の宣伝が功を奏しているようですね。例の宣伝？こないだの騒ぎの後、今後はたとえ契約でも他人の能力を奪っちゃダメって学園長に怒られたんで、アズールポイントカード作ったんだよね。ポイントカードってモストロラウンジの？ええ、600マドルのスペシャルドリンクを頼めば1ポイント、1500マドルの限定フード付きメニューで3ポイント、50ポイント貯めればなんと1回無料で支配人であるこの僕がお悩み相談を受け付けます。それってどんな悩みでもいいのか？例えば勉強の悩みでも？ええ、もちろん。さらにポイントカードを3枚貯めるとスペシャルなサービスが受けられる特典付き。より詳しい情報はこちらのパンフレットかお店のホームページでご確認ください。ほな、じゃあ俺様もスペシャルドリンク。あれまー、僕はフード付きのセットで。早速のご注文ありがとうございます。お前ら、さあ、ジェイド、フロイド、稼ぎ時ですよ。はい。マジフト大会に引き続き、期末テストでも我がスカラビア寮の注意が振るわなかったとは、由々しき事態だ。ジャミル！ジャミルはいるか？はい、ここに。すぐに寮生を集めてくれ。怠惰な者に楽しい休暇があると思うなよ。かしこまりました。すべては寮長のお心のままに。